プレストントマス・タッカープレストントマス・タッカーはアメリカ合衆国出身の企業家、発明家、自動車デザイナーである。映画、タッカーのモデルとなった。アメリカ合衆国のミシガンで生まれる。幼い頃から車が好きな少年であった。タッカータレット社のセールスマンやデザイナーの発明など、などの後、理想の車を人々に提供するという大きな夢を持つようになり、 第二次世界大戦終結後の平和な時代の需要を当て込んで自動車メーカータッカーコーポレーションを設立。安全を重視した画期的な乗用車、通称タッカートーピードの量産を目指したが、様々な事情で五十数台の完成をもって製造は打ち切られ、会社はオークションにかけられた。その後も持ち前の楽観性で活動を続けた。イーブン。 ヘンリー・フォード・フェールド・ザ・ファースト・タイム・アウト、失敗していると発言したとされている。しかし癌にかかり、53歳で逝去した。ありがとうございます。